初版の表紙、合奏競争曲集作品6、HWV319 から330は、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルが1739年に作曲した12曲からなる合奏競争曲集。初版の正式な題は、バイオリン4部、テノールバイオリン、チェロ及びハープシコードの通奏低音のための7声による12の合奏競争曲集。台のバイオリンと、 チェロによるコンチェルティーノと、弦楽及びチェンバロの通奏低音によるリピエーノによって演奏される。ヘンデルの器楽曲のうちで最も優れ、最も洗練された作品とされる。この作品は、アルカンジェロ・コレッリの合奏競争曲集作品6をモデルとして書かれている。様式は、変化に富み、オペラと共通のフランス風上曲、サラバンド風のアリア、ダカーポ形式。 室内そなタ的な部曲の連続、風ガに見られる、ドイツ的な対立法的音楽など、国際性豊かである。ホグウッドによると、はるかに地味なコレ・リのスタイルに断固とした、推進力、研ぎ澄まされたエ知、豊かな基地を加えている。コレ・リは、イタリアではすでに忘れられかけていたが、イギリスでは、ジェミニアーニラによって、コレ・リの音楽が伝えられ、大きな人気を誇っていた。 ヘンデルの競争曲は三楽章形式のビバルディやアルビノーニのものとは共通点を持たず個人の名人芸を披露するものではない。しかし一部にはビバルディ的な箇所も見られ、例えば第5番冒頭のコンチェルティーノによる開始は調和の霊感第1曲の始まり方に似ているし、第6番の第4曲は華々しいバイオリンの独奏が目立つ。いくつかの曲は 当時作曲中だったオペラ、イメネオの楽譜を書き換えたものである。第5番は、同時期に作曲された、セイセシリアの日のための昇華と共通の主題を使用している。セイセシリアの日のための昇華と同様、作品6でもヘンデルは、ゴットリープ・ムッファートのチェンバル曲集、コンナメンティム・ジカーリから、多数の楽譜の借用を行っている。また、 ドメニコスカルラッティの30曲のソナタからなるチェンバロ練習曲集からもいくつかの素材を借用している。ヘンデルは1738年にオルガン競争曲集第1巻を出版して以来、この時期にまとめて器楽曲を出版している。作品録は1739年の9月から10月末までの非常に短い期間に作曲された。自筆原稿には、 各曲の完成日が記されているが、第1番が9月23日、最後に作曲された第11番が10月30日に完成している。自筆原稿では、第1.25.6番にオーボのパートがあり、第1、第2バイオリンのパートをなぞっているが、出版された楽譜からは除かれている。各曲の初演の日付は明らかでないが、 多くは1739年11月から翌年3月にかけてリンカーンズ・イン・フィールズ劇場で上演されたオラトリオや昇華の幕愛に演奏されたと考えられている。1740年4月27日にジョン・ウォルシュから出版された。A テンポジュスト・アレグロ・アダージョ・アレグロ・アレグロ最初の2曲はつなげて演奏される。第3曲は単調の感情楽章。 第4曲は独創バイオリンから始まる風が。最終曲は8分の6拍子のジグで、スカルラッティのソナタ第2番を釈用しているが、原曲とは全く異なった作品になっている。アンダンテラルゲットアレグロラルゴアレグロ、マノントロッポーダやかな第1曲に続けて、単調で急速な第2曲が続く。第3曲は蝶々に戻り、2つの異なる楽奏が交代に出現する。 最終曲はフーガ。ラルゲット・アンダンテ・アレグロ・ポロネーズ。アンダンテ・アレグロ・マノン・トロップを沈んだ調子の第1曲は短く、すぐに半音階的な主題を持つフーガが始まる。第3曲ではバイオリン独奏が活躍する。ポロネーズと題された第4曲は三拍子の蝶々の華やかな部曲。最終曲で再び単調に戻る。フーガの主題はおそらく、 スカルラッティのソナタ第30番の影響を受けている。他の楽章にもスカルラッティと類似した箇所が見られる。ラルゲット・アフェトゥーソ・アレグロ・ラルゴン、イーピアノ・アレグロ前奏による静かな第1曲に次いで第2曲のフューガが演奏される。第3曲は蝶々の感情楽章。4分の3拍子の最終曲で再び単調に戻る。 オーバーチャーアレグロプレストラルゴアレグロメネット最初の2曲はバイオリン独奏で始まる明るく華やかな序曲と風画で聖セ,セシリアの日のための昇華のフランス風序曲を書き直したもの。第3曲は非常に早い部曲風の音楽で第4曲は単調の感情楽章。第5曲の主題はスカルラッティンのソナタ第23番との類似が指摘されている。 最後のメヌエットは、再び、セイセシリアの火のための昇華序曲のものを拡張して、変装曲風にしている。ラルゲット E、アフェトゥーソアレグロ、マノントロッポムセット、ラルゲットアレグロアレグロ暗く沈んだ。第1曲はしばしば長い休符やフェルマータで、中断される。第2曲は、半音階的な風が、ミュゼットと題された変歩調調の、第3曲は、 全曲の中心を成す長大な感情楽章で、単調の中間部でははっきり調子が変わる。この曲は、ヘンデルのお気に入りの曲であり、しばしばオラトリオの幕合いに演奏したという。第4曲では独奏バイオリンの速いパッセージが特徴的。第5曲は、前奏によるメヌエット風の仏曲である。ラルゴ・アレグ・ロ・ラルゴ、イー・ピアノ・アンダンテ・ホーオンパイプこの曲は、 すべて前奏によって演奏され、コンチェルティーノだけの部分が存在しない。ゆっくりした第1曲は短く、すぐに第2曲のフーガに入る。フーガの主題は同じ音を2分音符に、4分音符4、8分音符、8の3小節にわたって伸ばす変わったものである。第3曲は、単調の沈んだ音楽。第4曲は、普天付きリズムを持つ。最終曲は、 ホーンパイプと題され、2分の3拍子の非常に歯切れの、良い曲である。アルノルト・シェーンベルクの、弦楽四重奏と還元楽のための競奏曲は、この曲の自由な解釈である。アルマンド、アンダンテグレーブ・アンダンテ・アレグロ・アダー・ジョシ・チリアーナ、アンダンテ・アレグロボートのアルマンドは、チェンバ6ミ曲と、単調 HWV452 の、 1> 第1曲と共通の音楽だが、曲の途中で不穏な和音が、しばしば出現する。第2曲は、短い計画風の音楽だが、激しい3つの音符が、印象的である。第3曲は快速。3拍子で、短い蝶長の感情楽章である第4曲に次いで、シチリアーナと、やはり部曲風の最終曲が続く。全12曲中、この曲だけが風画を持たない。 ラルゴ・アレグロ・ラルゲット・アレグロ・メヌエット・ジーグ第1曲は、はっきりした旋律を持たない導入部風の音楽である。鳥の鳴き声の模倣を含む、楽しい第2曲と、単調のシチリアーナ調の第3曲の2つは、それぞれ、格好とナイチンゲールの名で知られるオルガン競争曲へ、蝶々 HWV295 の第2.3、楽章と共通する。第四曲の冬画の後に、 単調のメヌエットと長調のジグの二つの舞曲が続く。オーバーチュアアレグロや、レントアレグロアレグロアレグロモデラーと暗く激しい第一曲は、第二曲のフーガと合わせて、フランス風助曲をなす。第三曲は二分の三拍子で、前奏とコンチェルティーノが交代する。第四曲は、前奏による。第五曲は四小節のコンチェルティーノから始まる、快速な三拍子の音楽。 最終曲で初めて蝶々に変わり、穏やかに終わる。アンダンテラルゲット、イースタッカートアレグロラルゴ、イースタッカートアンダンテアレグロールガン競争曲 E、蝶々 HWV296 と音楽が共通する。第1曲は、普天付きリズムを持った明るい音楽に始まり、2拍ごとに半音ずつ上がる音を、だんだん細かくなる音符で演奏する、特徴的な音景が現れる。 第2曲は前奏による風雨が、第3曲はわずか6小節の計画ですぐに次の曲に移る。第4曲は三拍子で穏やかな前奏と、 華やかなコンチルティーノが対比される。最終曲はダカーポを持つ快速な曲で、ソロの第一バイオリンに華やかなパッセージが多い。ラルゴ・アレグロ・ラルゲット、E ピアノ・ラルゴ・アレグロ、激しい第一曲と独奏バイオリンの活躍する第2曲はフランス風助曲をなす。補聴調の第3曲は変奏曲の形式を持つ。第4曲は6小節の計画ですぐに 最終曲の風画に移る。この風画は死のザハウの主題に基づく。ありがとうございます。